よろしくお願いします。お願いします。朝早くからすいません。よろしくお願いします。今、メガネ橋行ってきましたね。行ってきました。長崎の、今長崎にいるんですよ皆さん。私長崎なんです。今あっちに中華街が見えてますけど、はい、メガネ橋ね、素敵でしたね。長崎ってご縁ありますよね。私生まれが長崎なので、もう佐世保の方なので、生まれは長崎市言うてあんま来たことなくて、だから結構気にはなってたし、一回行ってみたいなみたいなのはあったんですけど、やっとメガネ橋も見れましたし、中華街も見れましたね。え、初めてですか？初めてだと思います。へー、うん、なかなか佐世保に住んでらっしゃって、まあ、生まれたとかあっても、うん、なかなか来れないですね。長崎市あんま来なかったですね、今まで。ずっと佐世保の方にいたんで。じゃあ今日は長崎堪能ですね。うん、長崎市ちょっとようやく有名なところちょっと見れて、本物見れる感じで楽しみたいと思います。この番組なんですけど、うん、旅行旅の番組なんですが、うん、はい、ニコルさんは旅はお好きですか？うん、旅好きですよ。一人でよくいろんなとこ行ったりします。え、一人で？はい。それはあの公演、あの舞台の公演とか、ロケの合間とかですか？いや、舞台終わってからとかですかね。今最近はないですけど、一人で神社参拝しに一人です。旅行行ったりとか。へぇ、行きますね。神社とかお好きなんですか？うん、好きです。なんかパワーもらったり。そうですね、なんかこう自然の中歩くのがすごい好きです。じゃあ新川優愛さんと柏木由紀さんがこの旅に参加されてまして、うん、はい、お二人からそれぞれ質問というか、うん、いただいてますので、いいですか？はい。新川さんからなんですけど、はい、本当にお土産を買うのがお好きなんだそうです。おー。で、石田さんは何かこう、うん、旅に出たら、うん、お土産とかたりしますかっていう。あ、お土産ね、お土産難しいですね。でも私お酒が好きなので、お酒のおつまみとか、なんかその土地の調味料とかを買ってお土産にします。調味料いいですよね。そう、なんか九州だと、まあ、ちょっと甘い醤油じゃないですか、とか、なんかこう、なんだろう、長崎は何やろ、あごだしとかなんかそういうのを買って、あのみんなに配ったりはしますね。うん、自分も食べるし、自分も食べれるし、やっぱりみんなお酒飲む友達も多いので、なんかちょっと甘いお菓子っていうより、いうよりもそっちかな、買って帰りますね、よくお土産は。わかります。ちょっとしょっぱいのっていいですよね。いいですよね。誰も人選ばないですもんね。そうですか、使えるし。うん、あと柏木さんからの質問です。はい。旅行とか旅に必ず持っていくものはありますか？うん、あー、必ず持っていくもの、ゲーム機。あー、お好きですもんね。ゲーム機は持っていきますね。あとちょっと泊数が多い時はブランケットを持っていきます。あ、お気に入りの、あのずっと持ってるブランケットがあるんですけど、あの飛行機とかホテルとかちょっと寝れないし、こう移動で結構寝れなくて、私なので、なんかこう自分の落ち着くこう枕の上とかに置いたり、あとはもう寒くなったらこうやってできる、結構いろいろ使い道があるので、まあ、海外行く時とかも絶対ブランケットを持ってきます。海外も？海外もです。へえ、じゃあ逆に、うん、まあ今旅行、まあ、するにあたって、うん、行ってみたい場所とかありますか？国内ですか？国内、まあ、どこでも大丈夫ですよ。国内だったら高知県。四国に行ったことがなくて、で私高知の餃子が好きなんですよ。あ、屋台の、そうに行ってみたくて、しかもなんか友達が一回この前行ってたらしいんですけど、その、 あの奥さんの実家みたいな感じで、でもなんかすごい、あの海も綺麗でお魚も美味しくて、なんかその屋台のやつも美味しかったみたいなこと言ってたので、ちょっと一回行ってみたいなって思いました。四国、うん、いいですよね。じゃあ、うん、そろそろですか？そろそろですかね。あ、撮影スタートします。はい。はい、じゃあ行ってきますね。皆さんありがとうございました。このままちょっと、また後ほどもそのまま配信させてもらいますので、うんうん、あ、わかりました。ロケ中にちょこっとまたお話伺うと思います。はい、了解です。では行きましょうか。行ってきます。よいしょ。
はい。知らなかった。かわいい、おにぎりみたい。これ、キュンポイント、キュンスポットじゃない。キュンスポット。あ、マスク取って。あとにマスク取って。なるほど、わかりました。はい。うわー、なんか落ち着く。これこれこれよ。いやー、おいしい。ちっちゃい頃よく食べてましたもん。大人になってなんかたまに長崎来た時とかはお土産にみんなに買って帰ったりとか。角煮がほろほろでおいしい。ありがとうございます。中華街にいっぱいあると思うんですけど、特にその岩崎本舗で、うん、どういうところに行くの？そうですね、もともと角煮を作っているところは、あ、はい、たくさん、まあ、あるんですけども、うんまあ、初めてこうおまんじゅうの形、挟んだ形で販売したのがうちが最初ですけど、あ、そうなんですね、はい、もう一方、うちのお肉ですね、はい、3日間かけて手作りで作ってますので。そうなんですね、はい、手作りだったんですね、はい、すごい。めちゃめちゃ味染み込んでお肉ほろほろで美味しいです。ありがとうございます。すごい難しいですね、このトロトロのお肉とふわふわの生地がすごい難しい。うん、なんか生地がタレがバンジュに染み込んで、バンジュ、はい、なんでしょう、皮に染み込んでタレが、はい、美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと他にも、はい、他にですね、角煮まんじゅう以外にもですね、長崎和牛 100% のお肉を使ったハンバーガー、まあ、ハンバーガー、はい、塩バーガーというこちらもございます。初めて見た。え、ハンバーガーなんですか？長崎牛 100%、 はい、
喋れます。やったー。やった。食べたいです。言い方がやらしいですね。いやだからはいで終わっちゃったから、いや食べないのかなと思って。そうなんですねって。あ、そうなんですね。誘導しましたね。これ何が入ってんですか。はい、上の白いのがチーズ。あ、チーズ、はい、すごい。角煮まんじゅうだけじゃなくてハンバーガーもあるんですね。わ、いっぱい進化しとる。確かに。